ウズベキスタンの音楽は国が形成される過程に大きな影響を受けている。ウズベキスタンの音楽は中東の音楽に共通点があり複雑なリズムと表紙が特徴として挙げられる。ウズベキスタンにおける音楽の歴史は古く歴史的な経緯から様々なスタイルの音楽や楽器が入り込んできたため、ウズベキスタンは中央アジアにおいて最も音楽的に多様性のある国と 考えられている。ウズベキスタンは長く豊かな音楽の歴史を持つ。中央アジアの伝統音楽であるシャシュマカームは16世紀にブハラやサマルカンドといった都市で創始されたものと考えられている。シャシュマカームという語は6つのマカームを意味し、6つの異なる戦法を用いたペルシア伝統音楽に似た音楽構造となっている。スーフィズム詩人が禁じるまは、 音楽が中断される。詩吟は通常低音域から始まり、終盤に向けて次第に高音域へと上がり、再び最初の低音域へと下がるスタイルを取る。19世紀にトルキスタンがロシア帝国に占領され、トルキスタン総督府が置かれると、トルキスタンの音楽を録音する試みが行われた。ロシアの音楽家はトルキスタンに寄付法を導入することでこの音楽を 保存する助けを行った。1950年代、ソビエト連邦によりラジオ局に伝統音楽禁止令が出されたことで、ウズベク人の民族音楽はさほど人気がなくなっていった。しかしこの禁止令で、1991年にウズベキスタンがソビエト連邦から独立を果たすと、ウズベキスタンの伝統音楽に対する関心が高まり、 ウズベキスタンのテレビやラジオ局では伝統音楽を放送するようになった。ウズベキスタンの国民的な歌手であるトゥルグン・アリマトフは、シャシマカームを研究した初の音楽民族学者であり、ウズベキスタンの伝統音楽作曲家であり、タンブール、ドゥタールサと演奏者である。彼の絶大な人気はウズベキスタンにとどまらず、彼の演奏や作曲の秀逸さは世界に広く知られるものとなっている。 彼の作曲した有名曲としては、セイガー、コルゴ、ブスルーク、ネイボ、タノバーなどがある。彼のイメージは国家の威信と結びついており、世界においてウズベキスタン伝統音楽の象徴的な存在とされている。有名なウズベキスタンの作曲家としては他に、ムハンマドジャン・ミルザエフがいる。彼の作曲した有名な曲としては、ボホル・バルシーやサービノスがある。 ボホル・バルシーは、毎年春に、ウズベキスタンのテレビやラジオ局で流される曲である。現在、シェラリ・ジュライフは、ウズベキスタンの伝統音楽において、最も有名で影響力のある歌手と考えられている。しかし、彼は、ウズベキスタン政府から好意的に受け止められておらず、政府は2002年以降彼のすべてのウズベキスタンのテレビ放送を含む公共の場における演奏を、禁止している。 彼は現在大衆の要望に応えて、ウズベキスタンの結婚式や他国で演奏を続けている。近年では、ユルドゥス・ウスマノバやセバラ・ナザルハンが、伝統音楽に現代的なリズムや、還元楽法を取り入れることで、世界的にも注目されるようになった。2000年代後半には、アザドビク・ナザルビコフが、伝統音楽に現代音楽を組み合わせた曲を歌う、歌手として登場した。 シャフゾーダフォークソングやポップ、ロックを含むポップミュージックは1990年代前半から特に人気が出るようになった。ウズベキスタンのポップミュージックは発展を遂げ、現在ではポップミュージックはウズベキスタンのテレビ局やラジオ局で流される主流音楽となっている。シャフゾーダやソグディアナ・フェドリンスカヤといった多くのウズベキスタンの歌手は国内における商業的な、現在、 ウズベキスタンにおいてロックはポップミュージックほどの人気は博していない。ダフラン・ガイポフがウズベキスタンのロック音楽業界に貢献し最も影響力のあるロックンロール歌手と考えられている。彼はポップロックバンドボララルの成功において大きなインパクトを残した。2000年代前半にサハールが登場してこれに続いた。 ラップは、ウズベキスタンの定年齢層において人気が出てきている。シャフルフや、シャフルヤールといったラッパーは2000年代に若者の間で非常に人気が出た。しかし、ウズベキスタン政府は、ラップに対する検閲を行うようになった。ラップのようなジャンルの音楽は、ウズベキスタンの音楽文化に合わないと、ウズベキスタン政府が判断したことが、この検閲の要因と考えられている。 有名なウズベキスタンのミュージシャンローラユルダシバ・ライハン、ガニーエバ・ウズベキスタンの人気ロックバンド、ボララルウズベキスタンの楽器を描いたソビエト連邦時代の切手ウズベキスタンでは多くの種類の楽器が発見されている。伝統楽器には以下のようなものがある。ありがとうございます。